ザオお、俺の出番は誰私が皆を、守護団体救う,うラクレス様、ありがとうございますよかったらよかった降臨せよ

ンンピピュイドすげんあ,あれはクワゴンじゃない 次は熟した お疲れ様です。前田です。王様戦隊キングオージャーの第6話、王子の帰還にてですね、初登場した、えー、こちらですね、ゴッドクワガタロでございます。記憶が確かなら、えー、ラクレスが使うこの武器ですね、王者カリバーゼロ僕ちょっとこれデラックス版は買ってないんですけど、これの初登場も第6話だったのかなこの話ではですね、こちらですね、ゴッドスコーピオン、スコピの、 えー、シュゴットソウルも出てきまして、ギラによってスコピが呼び出されましたね。そしてですね、なんとですね、スコピがラクレスのですね、キングオージャーゼロをですね、毒で襲うというですね、事態になってしまって国民は大パニックと。ギラはやっぱり悪いやつだーっていう風になっちゃったんですけど、まあ、実はですね、サソリーヌは、えー、ゴッドカブとカブタンが、えー、無理やりですね、キングオージャーゼロに 合体させられてることに、えぇ、ー、怒ってですね、攻撃したというわけでしたね。この回はですね、なんだかんだで結構リメイクをしてて、これを塗装したとき、あと、えー、ゴッドクワガタゼロのミニプラですね。はい、持ってきましたけど、これをですね、僕が、えー、勝手に塗装したときにですね、リメイクとして撮ったものなんですけど、第6話ですからね、あれからもう半年以上経ちまして、こういうですね、 側近のアクリルチャームなんかも発売されましたので、今は亡きボシマールですね。冒頭にですね、ラクレスと一緒にいるシーンが出てきたと思うんですけど、まあこういったものを使ってリメイクを撮ったわけですが、今日はですね、最近ですね、おうちに届いた、このキングオージャーゼロのですね、アイテムたち、 6話に関しては、ゴッドクワガタゼロだけが、ヤンマたちのシュゴットと合体してたっていう風になってたんですけれども、それを、どうやって作るのか、やってみたいと思います。はい、持ってきました、シュゴットたちでございます。カブタンとですね、サソリームの見守る中ですね、キングオージャーゼロの、名前は何て言うんですかね、ゴッドクワガタゼロを中心に、ヤンマたちのシュゴットが合体するんですけれども、 まあ正式なキングオージャーゼロではないんですけれども、えー、合体の仕方はですね、普通のキングオージャーと同じでして、えー、合体手順等もですね、あのー、合体シーンは本編では出てこなかったので、もういきなり合体した状態で登場したので、まあ、各種ごとですね、合体準備状態にしていきまして、はい、このように。はい、変形をして参りますね。 カブタンの変形とかすごい今日久しぶりにした気がしました。この、えー、カブトムシ型にしたのがかなり久しぶりでしたね。もうずっとカブトキャノンの形のまま <laughs> 置いてありましたので。まあ、最近はですね、レジェンドキングオージャーとか、えー、あとなんだ。あ、レジェンドじゃない。えー、エクストリームキングオージャーですとか、ゴッドキングオージャーに合体するシーンを撮りましたので、結局カブトキャノンの状態でしたのでね。はい。うん、これを今、 パパタパタ遊んでるのって日本中で何人ぐらいいるんだろうゴッドクワガタ同様ですね、このゴッドカブトも最初は変形戸惑った気がしますけどね、はい慣れたもんですね。これクルーリンと、こっちか。 はい。えー、カブトキャノン完成。で、キャマキリー。足にして。はい。はい。そしてですね、今回の主役ですね、ゴッドクワガタゼロでございますが、はい。これもですね、カブタンと同様の変形の仕方をすれば問題ないですね。うん。足を伸ばして、 でここの、えー、足をくるりんと後ろに持っていってこっちが背中ですかこうかこっちが前ですねで足をですねくるんと回すんですけど順番をですねちゃんとやらないとここに干渉してポンと取れちゃうので回転させてで曲げると、うん、相変わらずここのカチカチは気持ちいいですねで拳を あ逆だ。正面にやってこっちもですねこちら側もくるりんと回してで拳を正面にで、えー、顎をですね前にもっと根元ここで倒して起こすとここで気をつけないとこれ当たるんで、うん、避けながらですね カチッとはい、変形してかぶとキャノンが合体するとどうせこの辺ぐちゃぐちゃになっちゃうのでまあ大体でいいですので整えといて足をちょっと開いといてカチスケ カマーリーナを合体と。えー、そしてですね、ここはクモモ、クもモクもモで、上が、クーも。えー、そしてですね、左腕は、ええー、そのまま、トトかな。トトをくっつけて、で、カブトキャノン、カブタンをですね、えー、右手。右手に合体と。 爪この前足を避けといて、そうこ,こがですね、当たるんですよね。ちょっとなので腕の角度をちょっと前に出してあげるといいかもしれませんね。いや、このカブトキャノンね、大きいのはいいんですけどね、なかなかこれが一年を通して撮影を苦しめましたね <laughs>。うん。ちょっとですね、いろんなとこに当たったり、大変でしたね。で、トト、テテか。テテがここ。 パピントンの、はい、キングオージャーの頭部パーツを合体して、はい、角を展開。で、背中行きまして、はい、トンボックリですね。トンボックリをここにスライドしてガチャっと。で、ここでもう当たるんで、ちょっと後で微調整しますね。で、えー、シュゴットソードをもうここに付けちゃいまして、はい、そしてパピントンの本体ですね、をここに。 接続。はい。最後はアーリンをここに合体と。はい。顎を展開して、はい。ゴットクワガタゼロの足を調整してですね。トンボっくりの羽がですね、だいぶ曲がっちゃってるので、えー、腕をですね、ここちょっと身の腕を曲げたりすることで、カブトキャノンをですね、逃がして、 あげれば。はい。こんな感じでいいかな。はい。完成しました。第6話にて登場した、ゴッドクワガタゼロを中心とした、キングオージャーゼロでございますね。本当に、ゴッドクワガタゼロ以外は、キングオージャーを構成する、シュゴットが合体しているので、パッと見はですね、えー、あんまりわかんないですよね。クワゴンの胴体が、まあ、クワゴンがですね、ゴッドクワガタゼロに、 変わってるだけなんですけど、この辺のですね、足の色とかもあんまりパッと見は違わないので、赤みが少し少ないですけど、他のシュゴットたちのおかげもあって、割とカラフルなので、うん。パッと見は気づかないかもしれませんね。はい。ということで、え正面を見るとわかりづらいんですけど、後ろから見るとさすがに、このようにですね、はい。ゴットクワガタゼロがバッチリ。 見えますので、背中はよくわかりますよね。で、僕、こないだの動画でカスレ塗装がどうこうって話してたんですけど、えー、キングオージャーゼロはですね、人工的に作られたシュゴットということで、カスレ塗装はないということなんですよね。そう言われたら確かにこう、規則的なペイントになってて、えー、対してこちらのクワゴンはですね、片側だけカスレ塗装がついてたりですね、こういうとこ。ここもカスレ塗装ですよね。えー、 クワガタ、ゴットクワガタゼロの方はですね、そういうことがなかったので、ごめんなさい、修正いたします。はい、合体した姿、いかがでしょうか。本編でもですね、カブトキャノンを武装していて、はい、えー、ちょっとまだ撮影の後なのでありましたね。これ、あの、オーレンジャーロボのレッドブロッカーなんですけど、これをですね、あの、バグナラクの眉という風うに見立てて、これを、えー、あ、 カブトキャノンを武装してるとどうしてもですね、こういう干渉して撮れたりってことが多いんですよね。はい。このように眉を、えー、掴んでですね、大空に投げて、でカメラのアングルを変えまして、こういうアングルですよね。でもうちょっとカブトキャノンを天、えー、に掲げて、はい。まさに再現。このいう,うに撮りましたね。 眉を放り投げた後に、カブトキャノンで、ズドーンと、ドカーンと。はい、こんな感じで、再現したわけですね。うん、後ろ姿、やっぱりですね、かっこいいですね。ちょっと見てみましょうかね。はい、このように、なっておりますね。劇中再現ではどうしてもですね、カメラをですね、こういう、えー、Q アングルで、固定することがですね、難しかったので、ここまで、 引いての撮影はできなかったんですけど、本当はこれぐらいで撮りたかったですよね。うん。ここでカメラが固定できればいいんですけど、なかなか難しいですね。はい。で、背中が、こんな感じ。あ、やっぱ背中をこう強調して、あの、眉を撃退したのは、ゴッドクワガタゼロだよっていうことを強調するためだったのかな。うん。うん、はい。で、えー、ゴッドクワガタゼロが黒っていうおかげで、カブとキャノンがですね、同じ黒で、で、そして金色が、 え、配色にあって、映えますね。やっぱりあの、レジェンドキングオージャーが、ゴッドクワガタゼロを中心とした、え、キングオージャーゼロと合体の配色相性良さそうですよね。はい。うん。こんな感じで、どうでしょうか。はい。せっかくなので余ってるシュゴットたちを組み合わせて、キングオージャー,、えーゼロじゃないやつですね。を作ってみました。真ん中がクワゴンで、それ以外は、え、ゼロの、 えー、シュゴットたちが合体しておりますね。で、サソリーヌがいましたので、えー、左手につけて、えー、スコーピオンクローにしてみました。まあ、この時点でですね、まだバッタは登場してませんけど、サソリーヌのことが好きなバッタはですね、えー、その後恋は、あの、この三大昇神の三角関係はどうなっていったんでしょうかね。それはもう触れられることはないと思うんですけど、このようにですね、はい、本編に登場したゴッドクワガタゼロの えー、じゃない子たちで合体してもですね、それなりに、はい、かっこいいですね。うん、見た目はやっぱりこっちの方が適役感出てますよね。キングオージャーが放送開始になったぐらいだったかな。僕なんか動画でガシャポンで いろんなですね、えぇ、ー、キングオージャーに合体できる。この顔の部分だけ違う戦隊のロボとか、ガシャポンで出たら面白いなとかって話してたような気がするんですけど、まあそういったこともなかったですね。ただ、えー、ガシャポンで、えー、こういうちっこいシュゴットくんたち、うん、いろんな色のですね、カラーの展開はあっても面白かったんじゃないかなと、まあ思いますよね。 時々ですけど、あの、国の中でシュゴットが躍動するシーンなんかで、色違いの、色違いのですね、シュゴットたちが動き回って躍動しているシーンとか、時々ありましたからね。まあ、CG でしたけど、多分。うん。なので、雲とか天トとか、アリとかですね。あと、こういうジョイント共通にした、まあ、別のシュゴットなんかも、 あったら面白かったんじゃないかなとか思ったりしますね。うん。まあ、いよいよやっぱり 3D プリンターを買って、まあ、そういう遊びをしても面白そうですけどね。背中はこんな感じ。うん。やっぱりクワゴンが目立ちますよね。赤いボディ、キングオージャーって感じですけど、それ以外の部分がゼロ要素だったり、三大守護神様はですね、基本黒筋ですので、うん。足とか、 武器とかも全部黒金なので、うん、これはこれでやっぱりありですね。はい。ということで、デラックスキングオージャーゼロを使った再現のリメイクですね。第1弾いかがでしたでしょうか一応ですね、今のところまだやる気はございますので、 ラクレス王の秘密で初登場したキングオージャーゼロの合体シーンですね。すでにミニプラ版では作ってるんですけど、そっちをデラックス版でリメイクっていうことも考えてますし、あと本編で、エクストリームキングオージャーかな確か始まりの王冠の話だったと思うんですけど、エクストリームキングオージャー VS キングオージャーゼロの戦いがあって、 放送当時のですね、まあ、再現間に合わせる時には、ミニプラ、僕が塗ったミニプラとデラックス、えー、エクストリームキングオージャで戦わしたので、体格差がすごかったと思うんですけど、ま、あそこのリメイクもですね、取れたらなぁと思ってますね。せっかく、はい、あのー、キングオージャゼロ買いましたので。ギラがオージャカリバーゼロを使って、ダグデッドにとどめを刺すんだと思うんですけど、 42話ですよね。ダグデドが破れた場合、あれちょっと早くないってなると思うんですけど、まあ、まだ五道家は生きてますし、なんせですね、えー、ミノンガンの中身がですね、いたいた、ミノンガン、はい。娘に書いてもらってよかったミノンガンですけど、この中からですね、飛び出してくるのは一体何なんでしょうかね。宇宙王すら超越する存在なのか、 それとも今まで何か貼られた伏線の回収がそこで出てくるのかあとでも謎の部分ってレインボージュルリラぐらいですかただ42話でその辺も回収されそうですよね。ラクレスの過去が完全にわかる回だと思いますので、不死身のですね、ダグデドを倒す力を得た、ラクレスが得たのか、王者カリバーゼロに宿ったのかわかりませんけど、 ま、それを使ってギラがですね、えー、ダグデドを倒したとして出てくるのはミノンガンの、えー、謎に満ちた中身ということだと思いますが、本編もまだまだ目が離せませんので、年内の放送はそのラクレスの過去が分かっておしまいっていう感じですよね。来週。それで年内の放送は終わりだと思うんですけど、まあ、年末年始の間にですね、えー、さっきお話ししたゼロの動画も、 え、ちょっと撮りたいなと思ってますし、うん、あと、ま、年末企画ということでですね、キングオージャーとはあまり関係ないかもしれませんけれども、ちょっと動画を作ってみたいなとは思ってますので、体調管理に気をつけて、頑張りたいなと思いますね。この間、日曜日かな僕の住んでる街でですね、雪が降りまして、ちょうど僕外にいたので、 バッチリ目の当たりにしたんですけれども、あの日を境にやっぱり一気に寒くなりましたよね。もう、えー、服もですね、一枚増えたし、暖房のですね、設定温度も一度二度上げた気がしますし、そうでね、僕のね、この YouTube を撮ってる部屋がですね、寒いんですよ。<laughs> 岐阜のですね、ちょっと田舎の、えー、かなり古い家の一部屋で撮ってるんですよね。 使う電気の量もですね、えー、かなり制限がありまして、二つの部屋で多分エアコンを同時につけると、あのブレーカーが上がっちゃうぐらいの <laughs> 電力量しか使えないのでですね、えー、家族のみんなとですね、ちょっとこう気を使いながら、えー、電気を使ってるっていう状況もありまして、あんまり僕の部屋だけですね、ガンガン暖房を炊くこともできませんという状況なので、えー、寒いので着込んでるんですけど、ちょっと暖かくなってきたのでさっき着てた上着も、 あの、もこもこのやつも脱いだんですけどね。うん。まあ、そんなことでですね、えー、風邪ひかないように皆さん、えー、気をつけてくださいね。せっかくの年末年始、お休み、ゆっくり楽しく過ごすためにですね、うん、大晦日、元旦といえばですね、お酒飲んで、えー、おせち、お餅、おいしいものを食べるというのが、まあ、年始の始まりでございますので、お仕事の方もいらっしゃるかと思うんですけど、 もしそういった方もですね、僕のチャンネル見てくださってたらですね、えー、今年はちょっとあの、お正月の様子、うん、あの、再現戦隊関係ないですけど、僕の実家で毎年食べてるお雑煮とか、まあそういったのをちょっと映して動画にしてみようかなとかも考えてますので、よかったら、その辺も見てくださいということで、いや、だらだら喋り出すと本当に止まらないですね。おじさんの悪いところだと思いますので、ここで今日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。間でした。 よろしくお願いします。前田でした。